はい、皆さんこんにちは、レノンです。はい、というところで今回はタイトル通り、はい、小さなメダルをね、無限、まあ無限かは分からんけど、めちゃくちゃ多分ね、てか多分無限に手に入れる方法があるのでご紹介します。ということで、こちらブラック杯の難しい、優勝商品が奇跡のネックレスなんですが、参加賞が小さなメダルなんですよ。なんでまあこれで1位取って優勝したら消えるのかなっていうのを勝手に思ってるんですけど、なかなか勝てないんで、で僕今3回ね、あの挑戦したんですけど3回とも負けて、で小さなメダルを3回もらったっていうね。なんでこれを戦い続けたら小さなメダルは無限にもらえるんじゃないかっていう風な考えに至りました。はい、ということで参加料もいらないんで、うん、無料で何回もできますね。はい、ということでやっていきましょう。優勝しようと思ってもできないんだよな、これ。普通にむずい。そう、普通に難しいんですよ。普通に難しいから勝てないんだよな。はい、ということで、ちょっとね、シルビアとね、グレイグがいるんですよ、相手に。で、それマジで強い。本当に強い。強すぎてね、もう、こうやって、なんかもう、テンパってからボッコボコになっちゃうっていう。はい、ということで、ちょ、これは今、危ないですね。もう、これは絶対勝てない。って言っても、まあ、参加賞が、小さなメダルなんで、もうほぼ無限にもらえるんじゃないかっていう、ちょっとしたそういう考え。うん。ここで一旦抜かしておきたいんですけど、抜かせなかったな。はい、ということで、まあ、ブラック杯のね、攻略動画を出したいところなんですけど、勝てない、これ。本当に。マジで勝てん。そう、もうなんかね、シルビア、そう、ここで一旦抜いてくるんだよ。そう、シルビア一旦ここで抜いてきて、で、ここもね、なんか全然追いつけないし、みたいな。てか、グレイグとね、シルビア、本当に早いのよ。そう、だからね、全然勝てないんですよね。はい、ということで、ちょっと集中していこう。でももうこれ多分勝てない気がするんだよね、これ。あ、もう勝てないね、そう。だからね、1分5秒。1分5秒を出さないと勝てないみたい。なんで、はい。そこはちょっと難しいねっていう感じでよ。感じで、その、これを攻略するっていうのが、何?メインじゃなくて、いい走りでしたねと。はい、ブラック杯の参加賞が小さなメダルなんですよ。なんでね、これを何回もやっちゃったらいっぱいもらえるんじゃねえかみたいな。小さなメダルはどこに書いてあるんだ。小さなメダル、そう、5個。4回やったんですよ。だから、今のを入れて。で、5個っていうね。もう無限に小さなメダルが手に入っちゃうんじゃねえかっていう、そういう話になるんですけど。はい、ということで、ブラック杯ね、まあ、小さなメダル目的だったとしても、優勝はしたい。優勝はしたいということで、まあ、その何、優勝できるルートが知りたいんですけど。ゴー。飛んでいく、飛んでいく。で、ここはあんまり使いたくないけど、使わず追えないね。で、ちょっとシルビア危ねえ、邪魔邪魔邪魔、本当に。おっと、取れなかった。取れないのはきついな。まあ、って言ってもね、ブラック杯ね、ジャンプ台とかめっちゃ多いんで、回復する場所も多いし、もうすぐ、なんか、スタミナは壁にぶつからない限りはなくならない。そんな感じですね、はい。ということで、一旦ここで1位を取っといて、この後のね、何?ルートをどうすればいいかが分かんないですよね。はい、ということで、じゃあここでみんなが抜いてくるんですけど、それはもう、邪魔っていう感じで、どうにか。逃げ切りたい。逃げ切りたいね。ちょっと危ねえ、邪魔だわ。はい、ということで、ここはちゃんと取っておきたい。で、ちゃんと回んないと危ない。待って、危ねえ。これはマジで危ない。あ、これ勝てるんじゃない?いける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 、邪魔邪魔邪魔。おい、嘘嘘嘘。嘘、今勝てたっしょ。今2位かよ、これで。せっかくなんでね、勝てるまでやりたい。てか、動画内で勝ちたいんで、ちょ、もう一回やります。はい。そう、だからね、勝ったらなくなるんじゃないかって、ちょっと僕不安なんですけど、まあ、このブラック杯の難しいやつが。って言ってもね、まあ、まあ、なくならないと思うんで、うん。ちょ、さっき結構完璧な走りをしたつもりだったんだけどな。もっとなんかあるのか。危ない。あ、危ねえ。超危なかった、今。待て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 、ちょっと待って、早くね。
早い早い、俺勝てねえこれ。これはさすがに早いわ。ああ無理っすねこれ。え、ちょっと待って、俺うっそ勝てねえ。シルビアめちゃくちゃ早いなマジで。ちょ、次ラストにします。次ラスト、ちょね、うん、ルートがダメなんだろうねこれ。ルートに無駄がありすぎるんだと思う。はい、ということでラスト、もうこれでクリアできなかったら、まあそこでもう普通に動画を終わらせるんですけど、クリアしたいねブラックハイ本当に。うん、ということでいきましょうか。ゴー、ロケットスタートは成功で、2回ジャンプも成功で、ここでちょっとだけやって、で、ここでちゃんとやって、で、ここはここここはここじゃ分かんねえやって話なんですけど、で、しっかり踏んで、しっかり飛んで、スタミナはちゃんときれい、あ、きちんとして、で、あんましドリフトは使いたくないけど使わざるを得ない。で、ここはちゃんと2回飛んどいて、で、ここも飛んで、あー、よくないこれ、結構よくない、結構いいよ。で、最初はここいいからこれで、で、ギリギリを走っていって、ギリギリを走っていって追いかけてくるけど、それも大丈夫で、ぐるっと回って、で、ここはきちんと取っておきたくて、で、飛んで飛んで飛んで、あぶねえ、でもここはこれでいこう。で、ここをぐるっと回って、ここ取って、ここも取って、ここも取って、ここも取って、あー、やらかしたやらかした、うわ最悪。今5分、あ違う、1分5秒48はダメか、やっぱり1分4秒台ですね。はい、ということで、はい、小さなメダルを今回4つもゲットしたんですけど、はい、ということでね、ご視聴ありがとうございました。皆さんぜひブラックハイ、あ、まあ、あの勇者の試練とか、あのネルセンの迷宮の願い事で、はい、解放することができます。はい、ブラックハイね、ぜひ解放した方は何回も何回もやって、まあ勝つためにね、何回もやってたら、まあ自然とも小さなメダルも集まると思うんで、はい、ぜひここでね、小さなメダルをね、もう街中探すのめんどくさかったらどんどん集めちゃってください。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とよろしくお願いいたします。それではさよなら、バイバイ。